ックの難しさっていうのがあるんですよ。前はね、こういう風に2問の問題がある時ってこうやって並んでたんです。最初の問題から難しかったです。英会話後から登場みたいな引っ掛けが出てくるようになりました。さあ、始まりました。アマチュアチャンネルです。今回はですね、これからトイックを受ける人へということで、トイックの最新傾向を説明していきたいかなと思います。いろいろ傾向っていうのは変わっていくものなので、昨日トイック受けてきて、やっぱりこの辺が変わったなとかですね、こういうとこ気をつけなきゃいけないなっていうアドバイスをちょっとしていこうかなと思います。やっぱり昨日受けて、まあ昔に比べてだいぶトイック難しくなったなっていう印象を受けました。で、一つ気をつけなきゃいけないなと思ったのは、そうですね、新しくナレーターが出てくるときですね、公式の問題とか過去の問題ですね、過去問題は韓国で発売されていて、日本では公式の問題が発売されているんですけども、それらをやると、ナレーターになれることができるとかってよく言えるんですね。じゃあ、ダジャレみたいですね、ナレーターになれたみたいなですね、言われるんですけども、でもですね、新しいナレーターが出てくるってことがよくあるわけです。で、トイックって問題がリサイクルされるんですね。去年受けた問題っていうのが何パーセントか使われるんですよ。で、ただし1回のテストで3フォームとか4フォームあって、このうちのどれかが、ね、日本でリサイクルされて、このうちのどれかが韓国でリサイクルされるっていう風になっているので、まあどれに当たるかわかんないですけども、昨日受けた問題は、去年受けた問題の一部がそのまま使われてました。で、昨日のはもうナレーターが違うので、昔のナレーターだった場合は、まあもうこれリサイクル問題だ。で、新しいナレーターだったらこれ新しい問題だっていうのが分かったので、昨日はリサイクルがだいぶ判断しやすかったんですけども、新たなイギリス人が出てきてですね、かなりきつかったですね。オーストラリア人も新しくなったんですけど、それはもう何回目かなので、もうだいぶ慣れてたんですが、新ナレーターのイギリス人がですね、かなりボソボソ喋る人できつかったですね。あんまりこの感情が入ってない英語って聞きづらいんですね、自分自身は。ちょっときつかったかなと思います。ただし実際の英語よりはだいぶ楽ですので、普通にネイティブたちが話す、ね、この間もそのトイック前にこのご飯食べてた時に横に、まあ多分ラグビーの格好してたんで、ラグビーの人たちなんでしょうけど、オーストラリア人とかニュージーランド人とかがいたんですけど、その人たちがやっぱ普通に会話してるのと比べたらだいぶトイックって優しいな、スピードも遅いしアクセントもそんな強くないっていうのはよくわかりました。それぞれ対策をやっていきたいんですが、まずはやっぱりきついのがパート2とパート7なんで、そこから話しちゃいますね。パート2っていう応答問題っていうので、応答問題っていうのは誰が会議ですね、司会的なものをやるのかとかですね、 Who's leading the meeting とかっていうのが出てきた時に、ミスタージョンソンですって言えばそれが正解とかってですね。で、これいつも言うんですけど、とにかく When と Where が分かりづらいで、必ず出るんですよ。 When vs Where っていうのは必ず出るんですが、今回新人のですね、新しい女性、そのイギリス人女性がその When、Where に当てられてたので、 When って言ったのかな、 Where って言ったのかな。で、パート2といえば、あとはですね、変化球って言ってですね、もう直接的な回答じゃなくて、わざわざこうですね、遠回りして、出てくるっていうのがあるので気をつけてください。例えばですね、誰がそのミーティングやるんですかっていうのに対してですね、掲示板見ろとかですね、この間も言ったじゃんですね、まだ決まってませんよとか、誰々さんに聞いてごらんなさいとかっていう風に、直接的ではなく間接的に答えるっていうですね、これがもうどん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 難しくなってます。この間接的に答えるってやつが挑戦しすぎです昨日もどっちが正解なんだろう分かんないっていうのもあったんで、行間を読むみたいな感じなんですけど、行間を読んだらこれどっちでもよくないみたいなのが出てくるので、これの訓練をすることが大事だと思います。まあ自分もパート1、2特急っていうのをですね書いてますんで、そちらをぜひご覧いただければなと思います。最近受けてないとかって言って、久しぶりにトイック受けてみたって人が度肝を抜かれるのがここです。続いてパート7ですね。読解のパートですね。まあ非常に長くなってます。もう本当に長くて、厄介なところなんですけど、やっぱ受けてないとね、わかんないことってね、結構いっぱいあるんですよ。前はね、こういう風に2問の問題があるときってこうやって並んでたんですよ。今ね、この設問が縦に並んでることがほとんどなんですよね。そう。2問付きのものが縦に並ぶ。まあ全部じゃないですけど、横に並ぶときもあるんだけど、スペースの関係上ね。縦に並ぶとかって変わってるっていうこともですね、実はあったりします。序盤にも難しい問題が
出てきてるってことですね。前回僕が受けた時も、今回受けた時も一番最初の問題から難しかったです。序盤の、2セット昨日はそうですね、2セットとも難しかったですね。多分場面がわからないし正解に関係する単語もわからない。昔はやっぱり優しいものから順に出てくるっていうのが、トイックだったんですよ。で韓国で売られてる過去問を見た時もそうでしたんで、はい、ちょっと気をつけなきゃいけないですね序盤から。だからできる問題を解いていくってことが重要なので、序盤でもう時間かかりすぎちゃったらもうすごく時間無駄にしちゃいますので、分かんなかったらもう飛ばしていくっていうのを意識してください。トイックの難しさっていうのがあるんですよ。そんなの書いてあったっけこんなのとか、 suggested とかですね、 implied っていうほのめかし問題ってはっきりと書いてなくていいんですよ。はっきりと書いてなくてもまあこう言ってるからこれが推測できるよね。ここが難しいです。大学入試の問題とは違う難しさですね。こう書かれているんだからこういうことが推測できますよねっていう問題がやはりむちゃくちゃ難しい。昨日もすごく悩みました。あとは情報を照らし合わせる。ここだけ読んでも分かんないけど別の文章見たらこことこう照らし合わせて答えが出るね。こういうのも、まあ、これから4技の試験とかって言われてくるんで、まあまあいろいろと対策は進んでくるとは思いますけど、日本でも、これもでも高校までではやはりあまりやらない難しさですね。情報を照らし合わせるっていうのと、推測するっていうのが非常に難しい。そして長くなってる。とにかく文が長くなってて、でさらにはみんなまあ精読精読って言っていい点取っちゃうので、トイック側は精読してほしくないんですよ。きちんと概要がわかるとか細かい情報を拾い上げてほしいので、だからわざと精読させないように難しい表現が増えてますね。知らないだろうっていう単語がボコボコ出てくるようになりました。だいぶ昔のテストよりも絶対わかんないでしょ単語が増えてると思いますね。かなりレベルが高いと思います。ここにとらわれずにちゃんと、答えに関係あるところだけを見つけるっていうのが重要です。まあ、もちろん正解に関わってた場合はもう飛ばすしかないですけど、パート3-4に行きましょうかね。パート3-4もやっぱりまあ予言していた通りグラフィック問題が難しくなるってずっと言ってたんですよ僕。予想通り難しくなりました。でグラフィックもいろんなパターンね、もうどんなパターンが出てくるのか、まあ、こういう風についてるやつですね。グラフィック絵がついてるやつなんですけど、これがレベルが上がりました。前はね結構こうって言ったから、あもうこれが正解っていうのがもう、ね、もう定番と定番だったのが、最近こうこうこうだけどねって言って、そのこうだけどねっていうのだったらもうこれが正解でもこうだと思いますよみたいなんですね。正解は後から登場みたいなんですね。引っ掛けが出てくるようになりましたね。ちょっとめんどくさくなりましたね。こうだって言ってるけど自分はこうだと思うよみたいな引っ掛けですね。それが、2問昨日もあったんで、あやっぱりこういうのも出てくるようになったんだなと思ってます。あと6ですね。文をですね補充する問題がね、出てきたやつですね。この文を補充する問題、この文を補充する問題きちんと消去法を使うっていうのがやっぱ大事だなっていう印象ですね。もうこれやんないと解けないですよ。消去法をやらないでそのままやっちゃうと、解けないって問題が出てきちゃう。まあ、もちろんあの代名詞とかね指示詞とか指す問題で答えが出るっていうのもあるんですけど、この消去法を使わないと、もうおかしいからこれもおかしいからだよね、だからこれしか残んないよねってやんないと解けないだろうっていう問題が出てきてますので、そこはお気をつけください。きちんと、まあ、他の単語を入れる問題でも文脈を意識するっていうのは昔から変わらず大事だなと思います。穴埋めするパート5ですけども、パート5っていうのは長くなってます。だいぶ一文が長くなってますね。こういう風に1個入れるやつじゃないですか。この1つ入れるやつなんですが、一文が長くなって、構造が取りにくくなってるっていう感じですね。語形問題とか品詞の問題って簡単に答えが出たんですけど、構造が複雑で答えが出しにくくなってるとか、いうのが印象的です。で、やっぱり満点潰しっぽい語彙問題ですね。難しい語彙問題も登場してるっていう印象ですね。だ久しぶりにトイック受けた人が言ってましたもんね。やっぱ難しくなった。だいぶパート5、昔と比べて難しいですねって言ってました。最後写真ですね。写真描写パート1ですけども、これって出るのがね、だいぶ決まってるんですけども、こういう写真があってそれを、ね、適切に表してるのはどれかってやつですけど、トイックを知らないときついと思いますね。
昔から出てくる単語で一時期ボンって一気に難しくなったんですよ。その一気に難しくなった時からずっと変わってないので、レベルはこのレベルに達してないと難しいです。ここのレベルで昔のトイックパート1のレベルでやっちゃうとダメですね。もう一気にゴンと難しくなったところのレベルでいかないといけない。そのおかげでね、パート1、2解けてくれたんですよ。パート1難しくなったし、パート2も難しくなったんで、まず単語力をきちんと待ってください。で、消去法をうまくちゃんと使っていくとか、あとは進行形の受け身が必ず引っ掛けで出てきますので、進行形の受け身何々されているところですって言って、それをやってる人が映ってなきゃいけないっていうのは毎回出てきますので、これを抑えることですね。トイックオタクにとってはだいぶ簡単、パート1は。しかしトイックオタクじゃない人たちはやっぱり間違ってしまう問題が出てきちゃうっていう感じだと思います。こんな感じですね。重要度順にですね、トイック対策やっていきましたので、これをですね、これからトイック受ける人、昨日撃沈した人とかですね、参考にしていただければなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.